NM は公衆交換電話網の電話番号体系をインターネットの IP アドレス体系と統合する電話番号マッピングの代表的な企画。電話番号は E164 企画で体系化されており、インターネットは IP アドレスや他のリソース情報とドメイン名のリンクにドメインネームシステムを用いる。電話番号マッピングシステムは DNS を単に参照することで与えられた電話番号に対応したサービスを提供するインターネット上のサーバーを決定するものである。ENUM では特別な DNS レコードタイプを使い電話番号からインターネット通信に使えるユニフォームリソースアイデンティファイアや IP アドレスに変換する。顧客が期待するような形で電話番号をダイヤルできることは 従来の電話サービスと IP 電話の集中、修練にとって重要であり、新たな IP マルチメディアサービスの開発にとっても重要である。複数の通信サービスでの単一の汎用個人識別子の問題は、様々な手法で解決できる。一つの単純な手法として、エヌムがある。これは IETF が既存の E164、電話番号体系、プロトコル。 基盤を使って策定したもので単一の個人識別紙を使って各種サービスに間接的にアクセスできるようにしている。エヌムはまた IP 側から電話網にシームレスに接続する手段も提供する。エヌム加入者がエヌムサービスを活性化して使うには登録者から以下の3つの要素を得る必要がある。個人のユニフォームリソースアイデンティファイアーネットワークの IP 部分で 動作手順は次の通りである。登録者は加入者にドメイン名と URI を提供し、それを DNS サーバに渡すことで、ナップとアレコードと E164 の電話番号をフェッチする。その URI のドメイン名と加入者の NM 番号は1対1に対応している。この時加入者の URI に対応したナップとアレコードには、その加入者の子の転送。 終端の設定が含まれている。したがって、初子側が PSTN 号でき子側の NM 番号をダイヤルすると、その番号は NM ゲートウェイが対応する URI に変換する。この URI は、ナップとアレコードを参照しフェッチするのに使われ、それによって非子加入者がこう転送したいのか、着信したいのかを知ることができる。これをアクセス情報と呼び、 非登録者がナップとアレコードに自身の選択を書いて指定する。ナップとアレコードとは RFC2915 に定義されたネーミングオーソリティ、ポインターリソースレコードであり、電子メールアドレス、ファックス番号、個人ウェブサイト、VOIP 番号、携帯電話番号、ボイスメールシステム、IP 電話アドレス、ウェブページ、GPS 座標、転送、 インスタントメッセージなどが指定できる。一方、初子側が IP 側にいるとき、ダイヤラーソフトウェアの一部であるユーザーエージェントが E164 番号をダイヤルするが、ダイヤラー UA がそれを URI に変換し、NM ゲートウェイの DNS を参照して、ラップとアレコードを取得して非加入者がこう転送したいのか着信したいのかを知る。なお、非加入者は、 ESTN 側でも IP 側でも構わない。新たな個人用 E164 番号を使ってデータベースを参照する場合、これをインダイレクトコーリングサポートサービスと呼ぶ。ITUNM には特別なゾーン E164 ルッパが IP 側ネットワークでの NME164 番号用に割り当てられている。RFC3761 には 任意の N の番号を URI に変換する方法が定義されている。それは番号を逆に綴り、各桁の間にドットを挟み、E164、ルッパを最後尾につけるというものである。例えば、プラス15554242なら2.4、2.4、5.5、5.1、e、E164、ルッパとなる。この URI を使って DNS を参照すると、 SIP 不用 IP 電話などのサービスのインターネットアドレスが得られる。また、NAP とアレコードで加入者の転送、着信設定がわかる。したがって、システム全体で E164 アドレスから SIP アドレスへの変換が可能である。NAP とアレコードは例えば次のようになっている。ドルオリジン2.4、2.4、5.5、5.1、E164、ルパ。 インナップとは 110UE に U シップ、ドル、シップ、フォネームエグザンプルドットネット。インナップとは 120UE ューメールと、ドル、メールと、マイメールエグザンプルドットコム。この例では、E に U シップサービスを使いたい場合、アドレスとして、シップ、フォネームエグザンプルドットネットを使うべきであることが、わかる。 割り当てられるようにしている。例えば、番号がプラス1555万4242なら、シップアドレスは、シップ 424255telco.example.net、プラス1555万1234なら、シップ 123455telco.example.net となる。次の図は、NM の動作例を示したものである。 加入者 A が加入者 B に発行する場合である。エヌムを使った部用 IP の応用例エヌムが使える加入者端末装置や PBX やゲートウェイのユーザーエージェントがプラス34987654321という番号を RFC3761 にある規則に従い、 エヌムドメイン1.2 3.4 5.6 7.8 9.4 3E164 ルパに変換する。DNS に要求を送り、エヌムドメイン1.2 3.4 5.6 7.8 9.4 3E164 ルパを参照する。クエリ結果として RFC3403 にあるネーミングオーソリティポインターリソースレコードが得られる。 この例では VOIP プロトコルとして RFC3261 の SIP を使いインターネット内で到達可能なアドレスが返ってきたとする端末アプリケーションが通信リンクを設定しインターネット上で子がルーティングされるこれらはすべてユーザーエージェントが自動的に行うためエグムユーザーは DNS 参照が行われていることには気づかない実際 エヌム対応エージェントを持つウェブブラウザで電話番号を入力した場合、探している情報の種類を PC や端末上で示せば番号がドメイン名に変換される。これがインターネット上のエヌムサーバに送られ、そのドメイン名に対応した n ップとアレコードが返ってくる。このようにエヌムは電話番号を要求したアドレスや番号に対応したドメイン名に変換する機構だが、 ユーザー自身には見えないところで DNS を使っている。NM によるこの転送、NM によるこの転送の一方式を次の図に示す。発信者は別の加入者の番号を電話機でダイヤルする。すると、NM 参照が行われる。DNS は、VOIP 通信、電話番号、電子メールアドレスなどについてのナップとアレコードを返す。そして、VOIP についてのレコードを使い、 通話相手との接続を書く。相手がオンラインでない場合、PSTN や携帯電話への接続が選択されることになる。これらも失敗した場合、電子メールアドレスにボイスメールを送ることになる。E164? ルパのサブドメインは ITU により国番号ごとに割り当てられている。通常、各国の政府機関がその範囲の管理を分担しており、 どう運営するかは各国に任されている。通常、一般的な DNS レジストリマイナス登録者モデルを使う。国単位のエヌムレジストリは国番号 e 1 6 4 l u というサブドメインの DNS 基盤を管理運営する。エンドユーザーの依頼を受けて登録者がエヌムの登録を行う。登録者は、v o IP 事業者や通信事業者であり、 VoIP サービスに一貫として、エヌム登録を行う。エヌムを使った VOIP サービスでは、非登録者の既存の電話番号をダイヤルすると、PSTN ではなくインターネットを使った IP 電話に着信する。エヌムを使っていない人の番号をダイヤルすると、通常通り PSTN 内で子が完結する。エヌム相当の他のサービスとして E164.org などもある。 それらのサービスは p s t n 番号を称号する場合もあり E164 ルパに加えて使うことができる。しかしこのために複雑となり混乱が生じる。複数の DNS 参照が必要となり E164 番号がどの N 無相当のツリーに登録されているかを知ることは決して単純ではない。ある E164 番号が 複数のツリーに登録されている場合、帰ってくる情報が相互に矛盾している可能性もある。さらに、ある E164 番号を所有している加入者が、その番号がどのエヌムツリーにどのように登録されているかを知らないという状況もあり得る。エヌムは非個加入者機能と見ることもできる。基本的に PSTN と VOIP がシームレスに機能するよう設計された。 関節ダイヤルサービスであり E164 番号が広く採用され認知されているという事実に基づいている。電話をする相手が NM を使うと決めた場合 NM 番号を公開していてこうどのように着信したいかを NAP とは経由で入力しているだろう。それは単なる v o IP 識別しかもしれないが固定電話、携帯電話、ボイスメールサービスなど IP 側か PSTN 側のいずれかにある一連の転送先を示すことが多い。NM を使い着信方法の希望を電話してくる人に知らせるかどうかは非国家入社の自由である。今日、普通に電話をかけるとき相手とどういう方法で接続するかを決める必要がある。VOIP なのか固定電話なのか。NM を使った関節がやる方式では どの手段で接続するかは非行加入者が選択することになる。間接ダイヤル方式のもう一つの利点は、非行加入者が電話会社、ウェブページ、電子メールなどの通信サービスを変えても、関係者にそれをいちいち知らせる必要がないという点である。プレゼンス情報と n の具を組み合わせると、個人の居場所に合わせて転送、着信の設定を VOIP と携帯電話の自動的な切り替えという意味では、これが最も便利な着信設定方法と言える。エヌムを語る際に混乱の元になるのは、今日のエヌムの実装として様々なものが存在している点である。エヌムといった場合、以下のいずれかを指していることがほとんどである。パブリックエヌム汎用かつ公共のディレクトリ型データベースという元々のエヌムの 考え方であり、加入者の登録機能と E164? ルッパドメイン内の国番号レベルでの異常がある。これをユーザーエヌムとも呼ぶ。プライベートエヌム通信事業者、VOIP 運用者、ISP などが自身のネットワーク内でエヌムの技術を使うことがある。この場合 DNS もそのネットワーク内で同様に使われる。キャリアエヌム通信事業者のグループが 加入者情報をエヌムで共有するもの。加入者個人ではなく、事業者が加入者情報を制御する。これをインフラストラクチャエヌムとも呼び、音声、ピアリングをサポートしようとしている。新たな IETF 勧告の主題になっている。ありがとうございます。